Hey yo! ケンズ飯です。今日もね、クラブやっていくんですけど、今日はね、バランス調整にて、パワーアップされたゴブジャイを使っていきたいと思います。デッキ3つ用意しましたんで、この3つを順番に使っていきます。では、まずスパーキーからいきましょう。まず、おっと、ジョーカー。ゴブジャイなんですけども、ザップと組むのが一番強いかなって感じがします。なので、まず、ロイヤルゴーストから流してあげて、相手の陸受けを探していきたい。ディガポイか？なんか奇妙なデッキですね。とりあえずゴブジャイ流しといて、で、相手の呪文がわかんないんで、スパーキー出してあげて、よいしょ、コウモリで、あのネクロを後ろから処理したい。ザップ打たれましたね。で、ここはもう、よいしょ。飛ばせ。オッケー。おいしい。なるほど。左が刺さってますね。相手は、ジャイネクロのディガーのザップウッドかな。あんま気にして見てなかったんですけど。ジャイサイドに、ここのスパーキー出したところで感があるな。まあ、でも出すか。守っていきたいですね。防衛から作っていきたい。よいしょ。おいしい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 。結構ゴブジャイがね、これ嫌が、いやらしい仕事をしてるんですよね。よいしょ。処理してあげて、で、こうやって結構受けがないはずなんで、スパーキーぶち込んで、ネクロか。美味しいっすね、ここ。もう一回スパーキー入って、落ちて、諦めましたね、GG。よいしょ。まあ、こんな感じで、ゴブジャイが割と対応しきれないかなっていうところがあるんで、相手に刺さるかなって感じがします。あと、スパーキーが強いね。やっぱスパーキー今ね、環境なんですよね。相手がザップ1枚とかしかなかったりして、割と美味しいかなっていうのと、ゴブジャイ単体をどう止めようかなってところで、結構困る方が多いかなと思います。というわけで次こちら、ゴブジャイスキャラ行きましょう。最低限全部1勝ずつした動画にはしたいんで、これもきっちり集中していきたいですね。今から使うゴブジャイスキャラは、ゴブジャイ、スケラ、ポイズン、ザップ、の4枚固定で、あと4枚は自由なんで、一応自分はロイジャイとかホグに勝てるように墓石積んで、あとはコウモリとインドラでギャングってもザップ5月にしてるかなっていう感じですね。さあ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 。まあね、今ね、コウモリギャングとか積んどきゃマジで強いんですよね。前からだけど、ウッドとザップ2枚入れてるデッキがすごい少ないんで、割とそこら辺に刺さるのかなっていう感じがします。あ、グラチャレでこんなマッチングしないで何事っつってな。投げ投げ投げ。最近あるんですよね、こういうの。動画撮ってる時にね、この投げのやめてほしいんでね、ほんまに。早くマッチングしてくれっつって言うてますけど。キャンセルしたところでな、もう一回かかるんですよね、時間。キャンセル。はよしてくれ、はよ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 。オッケー。キャプテン MYY。さあ。この初手は、ギャング流しでもいいし、相手の出すユニットに対して、ゴブジャイで受けから入ってもいいですね。さあ、ギャングを出しますか。出してザップ構えておきましょう。ウッドね。ウッド把握。これはもうゴブジャイ後ろから出しましょうか。よいしょ。アウトローウッド。なんだ、相手のデッキ。ここのスキラーはまだ早い気がするんですが、行きましょうか。ザップを信じて。割とダメージありましたね。で、ここの防衛ですね、大事なのは。こんな感じでなんとか守りたい。
オッケー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 。まあ、コウモリとギャング2枚あれば、みたいなとこある。左ザップ打ちたいですけど我慢。え、打っときゃダメージ入ったんだ。まあ、いっか。マジアチャがめんどくせえな。あー、これあれか。流行ってる、ゴブ小屋の、あれですね。ゴブ小屋じゃねえ、ババ小屋の、マジ、あの、ロイフグか。ババ小屋増えてきたんですよね。これはな、やることねえんだよな。なんせ、ウッドがないんで、ポイズン打ってよかった感あるけど、まあまあまあ、守っていきましょう。アド取られたな。ポイズンこっち打って、で、ロイホグに1個へし折られますね、これ。とりあえずこんな感じで処理して、なんとか処理したい。左はもう、だいたい守れるかな。いや、両方持ってかれば。これ下手くそっすね。これ下手くそっす。あー、ただな、30周はどの道きつそう感あるな。あの、アウトローに対しての有効度がなかったのがちょっと痛いかなっていう感じですね。マジアチャと30周行くのめんどくさいな。一応こんな感じやるものの、後ろのマジアチャが強いんで、割とスケラデッキは、まあ、30周には苦しいのかなっていう感じですね。要改善って感じですね。なんで、ここの3枚、この4枚を、インドラコウモリ、ギャング とかをね、ワンチャンここの墓石をボムターンにするのもありかなっていう感じですね。ロイホグ系が止まりますし、30死にはポイズンかなっていう感じなんですけど、まあ、GG。まあ、ポイズンザップだと、どうしてもガゴムレ30死には勝てないかなって気しますね。こっち小物あってザップあるとはいえ、あの、両サイ振られるとちょっとしんどいかなっていう感じで、まあ、これも、一応勝ってるんで、ここで。これかな。ここで結構、ペッカには勝ちやすいんで、ぜひ使ってみてください。最後、迫撃ホグの、ゴブジャイバージョン。一応、この動画の前に、4勝、5勝、6勝、グラチャリのとこ撮ったんですけど、iPad で撮っちゃって動画を。最近の iPad の動画、録画機能俺調子悪くて、音が飛んじゃってたんで、今パソコンで撮り直してるっていう状況なんですけど、じゃあ最初からパソコンで撮りゃってなると思うんですけど、パソコン起動するのがめんどくさくない。さあ、そんな感じで、まあ、ゴブジャイザップ使いつつかな。まあ、ゴブジャイのカウンターユニット、まあ、ゴブジャイに相性いいユニットはミニペとか、ランバーとかもですし、まあ、インドラは割とね、ヤリゴブが攻撃してくれるんで、ザップファイバーとか消し飛ばせたりするんで、OK として。アウトローはちょっとめんどくさいっすね。どうなんだろう、ゴブジャイを普通のジャイに見立てて、ファイボザップウッドとかのサンスペとかにしてもいいと思いますし、こんな感じで、なんかこう、壁役かつ、カウンターになるような、っていう使い方も今してるんでね。まあ、どっちもいいのかなって感じします。よろしく。このショットはまずヤリゴブでちょっかいかけたいですね。ゴブジョイはね、なんか強い気するんで、こう、早くいいデッキを見つけたいなっていうのが、個人的な感想です。これゴブジョイ受けから始めて、迫撃で、受けていきたいですね。よいしょ。あわよくばみたいなとこない。ねえな。で、これで墓石が結構飛ばされて、で、エリクスがなくなったところに逆サイド特攻みたいな感じですね。今の相手は明らかにこのガゴが過剰防衛なんでね。おいしいおいしいおいしい。これにザップとか打ってきたもんならもうおいしいですね。で、今相手バルーンとかが手札で滞ってるんで、これゴブジャイ単体が刺さる気するんだよね。縦線とか切った後だし、割とありですね。そんな感じです。で、これ出したところなんですよね、メガゴ。後ろのゴブリン強くて、よいしょ。まあいい感じに。これは。とりあえず逆サイ流して、バルーンをつけさせたくない。OK。んで、ここザップだけで守りたいな。しっか
カイト全部に当たりザップ。ラバの修正されたんかな、これ、パピー弾けるやつ。あれ結構害悪でしたよね。こっからは、まあ、一本折れるんですけど、ラバルの形作られたら守れるんかな。まあ、普通の迫撃だったら守れるんで、いいかなと思うんですけど、まあ、逆サイにアド取れてくんで流しつつやっていきたいかな。あと、迫撃がやっぱせこいんでね。ウッド使ってあげて、ギャングセパして、追加していこうか。で、向こうすごい守ってくれてるんで、オッケーオッケーオッケー、おいし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 。で、ここでゴブジャイで受けてあげて、こういう防衛方法もありますね。ガゴとかを全部受けて、んで持って防衛しきる方法っていうのもありますね。これあとは攻め迫撃しつつみたいな、こういう防衛パターンもあります。まあで守りきれたんで GG かな。おい、まあ、こんな感じでゴブジャイ使えば、まあ迫撃に対してアウトローほどの対空性能力はない、対空に対しての処理能力はないんですけども、こんな感じで割と立ち向かえるのかなって感じで、まあ3つ紹介しました。まあ本当はこれの中に勝ちリプを、見せたかったんですけど、まあ、ここの4枚固定で下の4枚は何でもいいので、ぜひ自分のオリジナルデッキを作ってみてください。というわけでゴブジャイ、割と戦えるかなと思うので、皆さんもぜひ使ってみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。おつめし。